香林坊台湾に今日オープンした韓国の人気グループ BTS の公式ライセンスグッズショップ。可愛い姿になったキャラクタータイニータンアイテムやダイナマイト、バターといった楽曲をモチーフにしたグッズなどおよそ1000点が揃います。北陸では初開催、 BTS ファンのアーミーも注目です。企画担当の本田さんもジョングク推しのアーミーおすすめアイテムを聞きました。カレンダーとブルーレイディスク買いました4月から使えるカレンダーだったので、これからディスクに飾ろうかなって思ってます。他にもハットや傘、トートバッグなどが数量限定の目玉商品。会場内ではお買い物の他にもフォトスポットがございますので、皆さん好きなメンバーの横で写真撮って楽しんでください。 BTS 公式ライセンスグッズショップは来月4日まで期間限定オープンです。